いや、あなたに会えるとは奇遇。面白い噂があるので少し手を貸してほしいんですよ。いや、何、江戸の噂は集めきってしまったんでね。せっかくならと近頃きな臭い京都まで足を運んだわけですよ。また会えると思っていましたが、よりによって京都でとは。縁あれば千里とはまさにこのこと。とにもかくにも面白い情報があるんで聞いてくださいよ。何でもここのところ新鮮縁にならず者がたむろしているらしく、その頭目が不気味な刀を携えているようで、あれは妖刀村正じゃないかって噂で持ちきりですよ。真相を確かめるため九段の刀を見てみたいんです。ならず者の頭目を倒して刀を取ってきてくれませんか。おや、ご存じない、村正という刀は将軍家に災いをもたらす妖刀と噂されているんですよ。それは長女、実はお上も村正を求めているとか。電光石火のごとく、お役人より先に回収を。やめてくれよ、殺さないでくれ。諦めろ。ああ貴様らか、村正を探していた怪しい連中というのは。ずいぶん威勢のいい浪人だな。壁に耳あり障子に目あり、私たちのことも噂になっていたようで。おお、その怪しげな刀が
村正ですか。ほう、確かに不気味な刀だな。どれ、俺たちがその刀を調べよう。さっさと渡せ。お上に逆らおうというのか。者ども、こやつらを引っ捕らえよ。覚悟しろ。あんなに血相を変えて襲ってくるとは、妖刀の魔力などしか。いや、それにしてもやはりあなたはお強い。面白い噂があったらまた手伝ってくださいね。